やー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 ということで始まりましたね、今週も始まりますやーすやーってことでスタートはい、スタートはい、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。前回見たの。前回見た。よいしょ。よいしょ。こんばんは。こんばんは。ま。あ。ゆうさん、ゆうさんどこ行ってますか。DJ、DJ、死にました。DJ どっか行った。マグロします。マグロ。マグロします。DJ 頑張ってる。頑張ってるです。元気元気に。元気頑張ってます。DJ。イブ会か、ね、イブ会そんなハズレ会っすか。ハズレじゃないよ、大当たり大当たり怖いな、超大当たり。あ、本当だ、背景がない、背景がない、背景く、うん、背景背景背景、僕に背景ください。はい。ユウさん専門のデーモンがあるんすよ。あ、デーモン、デーモン会だっけ。デーモン会、デーモン会だっけ。ちょっとあれ、異次元っす。デーモン会、おはようございます。おはようございます。先週見てくれたっすか。先週じゃねえな、いつだあれ。レンズやつ何回目。俺は3回です。僕も3回目。あ、そうなんだね。でも赤い人かっこいい、赤い人かっこいい。嘘でしょ。わかりやすい、ね、あのやめてください、そういうの。恥ずかしい。わかりやすくしてきたんだけどね、赤と青でね。ね、赤と青で、赤と青でわかりやすくしたんだ。左2人以外わかんない。左、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 あ、この新人以外。左2人ってこと。あ、ゆうさんだ。自己紹介して。ゆうさんだ、ゆうさん。あ、かっこいいやつや。怖い。え、てか、俺服の色ないんだけど。え、服の色がない。本当だ、服の色がない。僕僕ないんだよ。なんかデジャブ、なんかデジャブ。なんか、いいね。見たよ、鳥の市の時の回。あ、俺らの時のだ。あ、俺らの時だ、うん、ありがとうございます。あ、自己紹介してやって。やだ。あ、ゆらって言います。早いですね。初めて出ました、ニコ生に。はい、みなとっています。枕引用しません。はい。そこ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 なんだよ。何も自己紹介することなかった。自己紹介。そう。青だから透けてる。そう、透けてるんだよ。僕狙ってきたんだ。すごいでしょ。みんな褒めて、みんな褒めて、褒め。青だからか。赤と青の名前知りたい。あ、ゆらです。赤がゆらで、青が太郎です。お願いします。僕太郎って言うんですよ。みなとくん。はい、みなとです。そうなんだ、ね、最近太郎って言われてもね、もうどっちでもいいかなみたいな。生きてれば幸せじゃん、みんな。ね。生きてれば幸せ。うん、それっす。あ、はい、乾杯。乾杯。乾杯。あ、青だからなんか変な感じ。テレマンなんしかも。テレマンがなんか変な。見えなくなってる、ほら。ほんとだ。あれ、なんかブラックになってる。ブラックにはなってないから。あ、すいません。ブラックにはなってないから。そういう意味があるばっかりする先輩です。そうだね、ほんとに。太郎さん、スタローさん。はい。リラ、リラちゃん、そう、リラちゃんですね。リラ、リラじゃない、ユラ、ユラ、ユ。はい、だ、最近大地さんイブの方にいるの。どっちにもいるんじゃない。うん、太郎さんいじめない。太郎、太郎、誰もいじめてないよ。ん、うん、太郎さんいじめないで。なんかいじめたっけ。ギャン、ギャン、ギャン。そう、ギャン、うん。 DJ 焼き鳥買ってきて。いや、それな、それな。今、連絡しようか、今から DJ に電話つなぐか、また。焼き鳥っつって。あと鳥の市2回しかないね。そうだね。 あ、来週っすよね。来週、来週、来週だっけ。水木、え、水木だっけか、うん。ゆらくん、イントネーションかわいい。イントネーション、あ、大阪人なんですよ。はい。大阪人、大阪、ね、大阪です。うん、いいね、大阪ね。本当にハズレ会とか言わんといてもらっていいですか。ハズレ会とか、ハズレか、うん、今回。まあ、当たりもあれば外れもあるっていうしね。そうだね。うんうん、それは別に、うん、はい、何度でも言ってください。出た。うわ、ごちゃごちゃしてる。ごちゃごちゃしてるけど。うわ、おわ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 お
ゆうさんここでコメントしたら結構笑いますけどね。確かに枕してんのにね。枕してんのにね。本当におうおう言いながらおうおう書いてる。洗剤一番好き、洗剤だけですか。はい、じゃあ実物見たことないなら実物見に来てください、お願いします。ね、DJ は来るの？ DJ、 DJ は多分分かんないですね。はい、多分来ないんじゃないですか。ゆら、うん、は大阪でホストしてなかったの？あ、してましたよ。2年ぐらいかな。はい、2年ぐらい大阪でホストして、でやっぱり歌舞伎町でホストしたいなって思って来ました。ゆらなんで名前変えたの？え、ゆらはゆらやで、ずっとゆらはゆらやで。ホストスは違うのか。あ、ホストス、あ、どうなんやどうなんや。え、でも変わったと思うねんけど。あー、うん、ゆら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 頑張って。ゆらゆら、はい、頑張ります。はい、それ言ったらみなとくんも変わったよね。変わった。え、何が？あれ知ってるか、俺らのこと。俺らのこと知ってる？どこの店舗？ハニーイブって言います、僕たち。はい、あれれ、はい、あれれ、あれイブです。あれ知ってる人？みなとくん、あれ、うん、あれれ、うん、あれれ、うん、夢だよ、夢、うん、全部夢。ゆらはどこの店舗にいたの？あー、ゆらはどこの店舗にいたの？あー、もうほんまに、はい、もともとメンキャバにいてました。はい、後ろに、はい、あ、そう、後ろに DJ いてるやん。ゆうさんいないから寂しい。そう、あ、めえめえめえ、こう、めえめえめえ、ここにいてるよ。後ろに寄ってくれてる、もっとこっち来い。超ガン飛ばしてるけどね、DJ。 めっちゃガン飛ばしてるけど、怖いけどね、ちょっとね、怖い。画像変えて。はい、やっぱスターですから、そう思ってくれてる。お父さんだから、みんなのね。そう、うん、これ重たくない？意外と重いっす。ね、結構重いっすよね。そう、みんなのお父さん、パピー、ね、パピー、うん、年的にもね。年的、それは言わないの。それ知らない人いるかもしれへんよ。DJ いなくて嬉しい。嬉しいんや。嬉しいの？でも結構 DJ 来ないのって結構来てたけどね、さっき。 ね、ゆうさん、ゆうさん遅刻した時もめっちゃコメント来てましたよ。ゆうさんどこ、ゆうさんどこ。あ、そうなんや。 DJ どこ、 DJ どこ。最初の10分ぐらい俺ディスっといた。ってことはやっぱなんやかんやみんなに、そう、なんやかんや言われておいて、何気に好まれてるっていう。そうそう、 DJ 来ないと寂しい。うん、 DJ はよ。ほんとな、それな。DJ、 おうおうおう、やもう DJ なんだかんだ言ってね、人気やしね。そうそう、ね、すごい、うん、なんだかんだ言ってね。俺も DJ 出勤してない日とかあったら俺めっちゃ寂しいもん、俺も。うん、色恋枕集、そうやで、色恋枕集やで俺。色恋枕やで、しかできないからね。赤から漂う、なんとでも言ってくださいもん。はい、うん、レンとヤス、おとなしいね。そうそうそう、いつもおとなしい、やかましい、そうそう、いつもやかましい系なの。やっぱお酒入ってねえから。ああ、飲まないからね、やっぱり。それもお酒入ってないから、あるよね。さっき焼き食ってきたからね、見えない、全然。あ、だからちょっとお肉臭い。そうっすね。ちょっとミート臭が、ミート臭が。せない作るの、あ、多分もうすぐ来ると思うねんけど。あと15分ぐらいしたっけ。うん、多分15分、10分、うん、ぐらいじゃないかな。おいおいおい。いいね、テンポよく喋れる人がいるなんて。ゆら、すごいね。ゆらゆら、はい、ゆらゆらです。ゆらゆら、スペシャルテンクス、ゆらゆら。びっくりだよ。でも結構みんなテンポよくポン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 って喋る人いてると思うんだけど。前回のが話してた、あ、ここ二人がってこと。前回はちょっとやばかったっすよ。前回の時みんな喋らないから。どんな感じだったの。すごく酔っ払ってたっすよね。あ、酔っ払ってたんだ。かなりいいじゃん。もうなんかフリーダムすぎたっすわ。はい、ゆらアップ。何、ゆらアップ。いやいや、絶対嫌、絶対嫌。もう隠すから、こうやって。あ、おぉ、ちょっと、やっ、ま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 、恥ずかしい。ハニーに指名いるからイブ行きづらい。あー、あー、まあまあそういうのもね、あるよね、いろいろあると思うけど、うんうん、ちょっとさっきから我慢してた、おしょんしょん行ってきて。おしょんしょん、はい、行きましょう。じゃあじゃあ、やめてよ、ユウさんが落ちちゃう。もろ、もろ怖いよ。こっちかな、こう隠しとけばいい。なんか隠れないね、微妙に。ユウラさんが神に見えます。すごいね、なんか神に見えますよ。こうやって、じゃあね。オッケー、ポーズ、ポーズ。変な人みたいな。ちょっとね、ハニワ、ハニワ。ほんとユラ君人気だわ。いや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 、ありがとうございます。ほんとにほんと実部の方イケメンだけどね。すごい、イケメンすぎて困っちゃうっすね。そう、寝起き微妙だけど。ちょっと今日何食べたい、この後。今日何食べたい。シース、ヤスは AV の話でテンション高い。あ、そうなんや。まあ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 、どういう話だったん、その
それは AV 女優の話で熱くなって今言ったって思いました。へえ、ストップ止まりました。おやすみ、おやすみなさい。おはようね、明日早いかもしれへんし、この人ね、やめ、おやすみって言ってくれる。そう、おやすみ。だからね、あー、ジャンルだって、あー、AV のジャンルみたいな。ゆら、洗剤漏れてないね。そうかな、漏れてへんかな。洗剤また取ってきます。じゃあめっちゃくちゃバリバリ持ってくる。修正しまくるわ、ほんなら。そんなに修正しまくるわ。漏れてないんかな。うん、どうやろう。ねね、ちょっと目つき悪いかもしれへんな、あれでも。うん、それも確かに。うん、やべ、腹きつ。なんかテーマ決めて喋ろう。テーマ、ね、テーマ今日のテーマは、何のテーマしてた今まで。もうほとんどフリーダムでした。フリーダムゆうさんのクレイジーファッキンナイトが始まってくる。ああ、DJ が言ってたからみたいな。ちょっとね、ファッキンクレイジーナイトに便乗してた感じです。ああ、そうなんや。来たかな。来てないの？あら、あ、それ先に落ちたよ。あ、来た。スナッチ来たって。一番喋ってくれる人。一番喋ってくれる人。フリーダムで1時間は。いや、でも結構酔っ払ってたら何でもありだったっすよ。でもさ、なんかね、適当にカラオケしなよ。カラオケは DJ 枠やから。そう、そう、うん、カラオケは DJ 枠。DJ ほんまに歌うまいと思う、DJ。うまいね。うん。すごい、びっくりしたもん、初めて。DJ のラスン聞いたときに、そう、めっちゃうまみたいな、びっくりした。ユラは歌上手なの、いや下手くそだと思いますね。はい、うん、うまいかどうかって自分では分からへんから、やっぱり他の人に。さっき AV の話したの。ちゃんと聞こえてる。ヤスは AV の話でテンション高かった。ああ、それは間違いない。でもなんか、まあいいや、まあいいや、話こうすからいいや。そう、いらいら話しこわすか、いらんわ。いや、まだ酔っ払ってんねんけど、手震えんねんけど、今日。あー、マルチューやん。マルチューやん。今日めっちゃ手震えんねんけど。いや、スナビと。だね、これ絶対知ってる人じゃん。もうやだ。おいい、いい肉だよ。あ、おはようございます。今日のラッソン、誰だった。あ、大丈夫、おはようございます。まなかちゃうの、まなかちゃうの。ケンジ、まなかちゃうの。あ、じゃあ、え、あ、そっち、あ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 、じゃあ、俺真ん中。なんか緊張するな。え、だってやったら真ん中って一番嫌やねんな、俺。進行役ね。端っこの方が進行役。進行役は初めて出て進行役になるの、俺が。そうっすよ。きつくない？一番長くない？一番、え、何が一番の歴、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 歴なんて関係ないから。あるから、うん、そうしよう。だってニコ生の歴長いっつったら、ここの、ここの二人の方が長いでしょ。僕ら新人だし。え、マジ？僕ら新人だし。ヤスってハニーにいたって。いや、いない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 や、1ヶ月、まだ1ヶ月。レアは何ヶ月なんだっけ。俺今もう2ヶ月になりました。あ、2ヶ月だったんや。早いね、もう。早かったっすね。前回最大目、あー、3代目好きだって。ね、この、これなんなん、この、なんか If she don't know みたいな、なんか NG っすかね。あ、そうなんや。ヤスもせなもハニーです。ちょっと待って、俺ヤス、俺ヤスも、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 僕ハニーいませんでした。生き生きしてる。ハニーいません。ヤスおったっけ。いないって言ってるじゃないですか。あれ、いないって言ってるじゃないですか。ヤス、ハニー、アップしよう。アップ、アップ、アップ。いや、しなくていいっすよ。やめてくださいよ。はい、はい、はい。これはもう座高的に顔映んない。背高いもんな。へへ、ね、座高高いってちょっと嬉しくない。 180?4 っすね。4フェードアウト。座高高いってあんまり嬉しくない。ヤス、まずヤス新人じゃなかったのか。新人、バラ新人、めっちゃ新人。めっちゃ新人。いや、僕新人です。顔が似てただけ、似てるだけが。似てる人がおったん、ヤスに。なんか誰か、誰、誰、誰っすか。おう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 、グイ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 。いや、もう、ユーさんっぽくないこれ。ユーさんじゃないよ。ユーでか。これ ID 見ても分からへんもんな。そうなんだ、分かるわけね。ね、でもね、JD って書いてるからね、これひっくり返したら DJ なんねん。この人の ID。おぉ、 JD になってくる。そうだね。うん、なんで女子大生じゃなくて。背なってなんで男にベタベタするの。背なって小麦やけどね。みんな乾杯しようよ。じゃあ、はい、前のみんなも、はい、はい、乾杯。はい、乾杯。はい、乾杯。お疲れー。はい、乾杯。はい、乾杯。つばきさんと離れて寂しくないって。うん、可
顔変われてたの。ケビケビ。でもまあケビ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 。寂しいな。ケビ。でも全然今もでも仲良くしてる。前も一緒にニコ生出たし、ハロウィン。あ、そうなんや。セナイコール登場だわ。椿さん。バラ。うん。椿さんがね、いろいろお世話に。わかるー。わかるんだ、そこわかるね。めっちゃお世話になる。私もそのイメージ。あ、みんなそういうイメージなんや。へぇ。尊敬ですね、ずっと。ありがとうございます。めっちゃ仲良かったみたいな。いや、仲いいっていうかもう、結構最初から可愛がってもらって。イブはこれから営業、あ、営業後です。はい。イブは一部なんで、営業後ですね、これ。はい。だから僕手震えてるんですよ、酔っ払って。手触れて酔っ払ってます。営業前からだったらなかなか問題ですよ。先週椿出てたよ。あ、先週も出てたんですね。そうなんや。なんかでも YouTube とかで俺も見たりとかもするかな。ナイトチューブのこと調べたりしてとか。前のを見たり。ハニーイブの方じゃなくてハニーさんの方のあれも見てたりとか。先週は当時も大臣もいて神だったのにって。神だね、確かにね。神はね、まあ神様ですからね。確かに神様やからね。イブの神は後ろから見てますよ。イブの神は。いや、あ、何ユウさん、イブの神は DJ マリリン・マンソン。マリリン・マンソン超似てたよね。イブの神、DJ マンソン、マリリン・マンソンってヤバい人みたいな感じ。隠すよ。なんかね、すごい後ろから視線感じるんだけど、これ後ろ見ても緑やからさ、全然。あ、隠れない。片目だけ出して、片目だけ。この位置超目つき悪くない？なんか DJ 怖い、怖い、恐怖でしかない。ね、なんか怖いよね。おい怖いな、本当に。大丈夫、少ししたら帰ってくる。あ、そうなんや。イブの背景はこれで安定してる。あ、そう、安定なんや。毎回これなん。はい、これでもう決まりなの。へぇー、ユウさんがいる時でも背景が。あ、そうなんや。DJ2 人もいらんってな。確かに、1人でええな。くどいな。あれ、これか。まあ。あげ。あ、そうなんや。すいません。なんか他の背景ってないの？あるんじゃないですか。あの、あるんですか？大吾さんがカラオケに入ってるやつ。ああ、いいっすね。全然知らんから。それにしましょう。オッケー、初めてですし、全然知らんから。うん、背景が何かとか。3分ぐらい。大吾さん、めっちゃ少ないな。でもプレミア。少ないな。めっちゃプレミアよ。神だから。神だからやっぱり。イブ会はユラがレギュラーとして出るの、どうだろう。まあ全然予定とかない日はできる限り出たいなと思ってるんですけど、でもほんまに前の店とかでも、ニコ生出たことなかったし、出てみたいな言われてたんですけど、でもやっぱり、イブ会、まあ俺も全然出るし、ユラ毎回出てよ。背景はユラの宣伝。やめろって、そういうの。押すね。やめろって。ユラ君の宣伝、背景。ユラ毎回出てよ。はい、じゃあ、出るようにします。毎回。はい、ありがとうございます。なんか、可愛いそうものにしようよ。ん？なんか、可愛いそうもの？可愛いそうもの？なんか、可愛いそうもの？可愛い背景にしようよってこと？可愛い背景じゃない？可愛い背景。プーさん？可愛い動物にしようよ。それか綺麗な背景。前の店ってニコ生してんの。はい、しました。はい。それか綺麗な背景。何がいいかな。綺麗って言ったら。お、変わるか。お、青や俺。お、色戻った。お、お。ウェルカム人間界。人間界。ウェルカム人間界。俺綺麗な。さっきまでユあのユウさん側の世界引きずり込まれて、そうだよね。体半分以上やった。持ってかれてます。そうだよね。あ、そうなんですか。ありがとうございます。じゃあぜひ、はい、初回でも何でもイブの方に遊びにいただけたら、はい、すごい嬉しいんで、はい。全然営業しちゃうから俺。バイバイ。ニコ生で営業しちゃうから。むしろここでね。そう宣伝なるから。全然ね。でもそうやって言ってくれるのはすごい嬉しいし、ありがとうございます。ロレツ待ってへんねんけど。大丈夫。待って。なんか
ユーラさんと俺の顔のデカさで結構嫌になってくるんですけど。遠近法やろ。後ろに行ってみ、あ、おちっちゃ、勝った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 、はいはい、おお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 おわぁ、港の服映った、ほんまやほんまや、映った持ってきたよ、うん、わぁ、びっくりした、ブルーマン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 、顔まだね顔まだ言ってないけど、ブルーマンって何でしょ、ゆらちびっこ、あ、僕、身長173ぐらいですね、オッケー、ありがとう。すげえ流し方、なんか流したっけ、え、なんか流したっけ、なんかすげえ流し方、なんか流したっけ、今の顔やっぱり今の顔、あ、やっさんいじけてんの、え、俺、え、誰、俺、ええ、何の話、え、何の話をしてんの、なんで僕いじけてるか、いや、僕話なんか可愛いなった、いいね、あ、またまた持ってかれた、あ、なんか俺邪魔かな、また見ると持ってかれた、やすには AV 話振ってたら喋る、おー、分かってるね、みんな買ってるね、パンダ、あ、パンダや、猫の名古屋かな、パンダや、あの、有名なパンダの名前何やったっけ、あれ、なんか、うん、何やったっけ、あれ、何レッサーパンダ、レッサー、何やったっけ、フータ君、フータ君、フータレッサーパンダ、パンダ、んパンダ可愛い、あれ、ブルーマンは、ブルーマン映ってへんで、ブルーマン、ブルーマン、フェードアウトしてる、え、だって顔可愛いもん、パンダ、ふー、シンシンだ、シンシン、シンシン、中国のやつやって、中国のシンシンじゃん、え、マジですか、名前がね、なんだ博学、セラスの博学、なんてもう半分ぐらいよ、死刑になった、見切れてるっすね、一気に癒し系に、シンシン、パンダがいいねしてる、いいね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 してるね、ほんまやしてんの、パンダがいいねしてる、ほんとだ、いいねいいねいいね、グッチョ、あの、Facebook やったっけ、これっていいねって、そうやねね、なぜパンダ、ほんまにいいね、その、あの、この背景かわいいな、かわいい、なんか、もう DJ もういっか、まあ、もういっか、ゆうさんはね、ちょっとね、かわいい、いい、いい子多いで、これこれ、この子かわいい、いいになってるで、いいが一個多い、いい子多くなってんで、まあ、伝わるからいいけど、かわいいってことなんかな、うん、動物飼ったことある、あ、僕猫と犬実家で飼ってて、うん、うん、で営業中にお母さんから、あの、猫亡くなっちゃったっつって、花束に囲まれた猫の写真を営業中に送られてきて、営業中ボロ泣きして、もうその日ヘルプつけませんでした、裏に引きこもってました一人で、すっごいショックやったから、そう、でも猫っぽいっすね、猫人数多いね、そう、今日は人数多かった、多い、うん、すごい楽しい、今日は、今日のメンバーいいね、今日のメンバー可愛がってたらショックね、そう、めっちゃショックやってんって、ほんまにめっちゃ可愛がってて、そう、小学校の時からかな、飼ってた猫で、うん、で、なんか引き取ってって言われて、すっごい可愛い猫を引き取って選んで、うん、で、そこからそう、ずっと一緒に毎日寝たりね、うん、朝パッて目覚めたら、朝起きたらお腹の上で寝てたりとか、可愛いね、そう、めっちゃ懐いてんの、めっちゃ可愛かった、うん、でもそれで、うん、なんか泣くのつって、うん、写真送られてきて、うん、なんかすごいジーンってなってた、その日は、うん、1週間ぐらい引きずってた初回でも猫の話してた猫がねっつって、しょぼんこの中で一番売れてるの誰、さあ、それはもう想像にもお任せしますね、はい、うん、この中で一番売れてるのって、うん、なんか今日鼻めっちゃかゆいな、めっちゃ花粉症、花粉症じゃない、うん、手だけ、手だけ、手だけって何、怖い怖い、窓ハンドとか、手だけ、窓ハンド、窓ハンド、あ、手だけ、仲間呼んじゃうよ、ブルーなんか手だけやね、怖い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 、浮いてるから、あのスマブラのさ、何やったっけ、マスターハンドやったっけ、スマブラみんな知ってるかな、あー、でっかい手だ、そう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 、ハハハハ言うて、こうやってピュンピュンってするやつ、そう、似てる、なんか喋って、喋ってるんですけど、すいません、喋ってるてか、みなと消えてる、おせえよあ、そう、ツッコミ待ちやったん、
ょっとでも押せよって言っても戻ってきてないでまだ。そうそうそう、全然まだ現れてないから。え、なんかパンダ消すのかわいそうなの。あれあれ、ちょっと出てきてみ、みーくん。ひょこっとこ、ひょこ、あ、ほらなんかパンダ担いでるように見えるけど、こうね、こうね、いや、思い始めて、パンダ担いでるように、もうちょい下かな。みんな休みの日は何してるの？あー、そうやね、休みの日僕なんかドライブね。ドライブ、車、いいね、車でね、あ、自分DM で DM で DM で DM でベンベベンベドライブ、ドライブ。え、スタイルは何してるの休みの日って。基本死んでます。死んでる、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 死んでたら一日終わっちゃってて。あー、悲しいやつね。はい、パッと目覚めたら夜かよみたいな。あー、また寝よって。あそうね、めっちゃもったいない気するな、それ。家で何かしないの？何かしない、うん、ゲームしてたりね、寝て終了、ゆらくん、コールドオブデューティー好きだ。そう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 、ゲームしてたり、なんやろ、買い物行ってたりとか、うん、で、どこで買い物行く？買い物は、ルミネとか、うん、新宿とかじゃないかな、でも、うん、新宿行ったり、うん、免許持ってる人は誰がいるの？はい、車の免許は1,2,3、俺だけ持ってへんの？うわぁ。やす映ってへんで、ほんで。フィーダーとして僕は、うん、バイクの免許しか中免持ってなくて、うん、中免持ってて、中免、うん、持ってないの。中免欲しいな。ドライブとか行ったりしないですか、最近。誰、誰行ってんの？バイク、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 あ、そう、バイク、やす映ってって、やす、映って、お帰り。映ってて、ビックリマーク5個もつけてくれたこの子。映って、もっと増えた、うん、映って映って、ほら6個や6個、ビックリマーク6個や6個、6個になった、5個から6個になった。おっ、うん、増えてくヤスの方が可愛いから、うん、よっ、あ、うん、映って、え、映って、両方フェードアウト、両端フェードアウト。そろそろ、はいよ、はいよ、そろそろ、あ、青森ゲームなんで、背景変えよ、背景可愛すぎて、なんかやりづらい、可愛すぎてやりづらいからさ、ほんといいや、いいやん。お、お、ちょうどいい感じじゃない。アフターするならどこに連れて行くの？アフターなバーとか、うん、なんか結構最近ハマってるイタリアンバーとか、かな、俺は。されてる。どの辺、結構近くに？あ、全然新宿に。で、5時、6時ぐらいまでやってるかな、朝の。イタリアンバー、うん。そう。お酒も飲めるし、みたいな。そう。で、お酒があるから、味濃くなってて、味付けがね、そう、うん、営業後にすごい行くのが一番じゃなくて、うん、美味しい、美味しく感じる、すごい美味しいねんけど、美味しいところやねんけど、そう、うん、青はよく見たら雰囲気イケメンだった。ありがとう、雰囲気だけね、よく言われる、うん、でも雰囲気イケメンだけでもよくないって思うねん。それっすよ、うん、全然そう、ね、営業後のお酒美味しい？営業後のお酒は美味しいですか？うまいかな、美味しい時もあるよね、やっぱ。うまいかな、うん、でも営業にテキーラ飲んでとか言われたら、うん、結構、うん、結構、あ、とりあえず救急車呼んどいてっていう。とりあえずね、とりあえず。アフター代大変でしょ。どうなんやろうね。でもやっぱり、まあまあ、お店来てくれて、まあ、それも感謝の、その分、そう、感謝の気持ちだからね。そう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 、なんかすっごいね、うん、飲んでくれてとか、うん、うん、ね、全然そのそう、ね、嬉しい。その分は全然ご飯代ぐらいだったら出すよみたいな、うんね、全然出す、うん、やっぱお返しの気持ちもあるしって、うん、歌舞伎でおすすめのご飯屋とバーはどこ？どうなんやろ、でもみんなそれぞれ別でしょ、ね、その、ね、好きなものも違うし、うん、ラーメン食っとけ、ラーメン、ラーメン、営業トーク、はい、そうです、営業トークです、これこれがホストークです、営業トークです。それがもう正直言っちゃう。うーんって、バー、バーはどこ？ホストグイグイ使ってくれることアフターでしょ。なんやろ、まあ、っていうか、まあその時によるんじゃない、ね、今日お茶引きそうだからおね、ね、来てっていう時にすごい自分のことを助けてくれる子だったら全然大事にしてあげたいし、まあね、ただほんまにそれは思う、それはある、うん、うん、確かに。ラーメン、ラーメン、アフターでラーメン行ったことないな俺。超行きたい。アフターでラーメンって微妙だよ、超行きたい。どうなの？どうなの？超行きたい。いや、もしかしたらラーメン好きな人いるかもしれない。そう、家系好きなこと。あ、僕は、僕も行かないですよ。うん、あ、家系食べたいよ。なんかキャスト同士ならラーメン行こっかって言えるけど、なんか俺は女の子連れて、うん、ラーメン行こうってすごい言いづらい。うん、ちょっとね、うん、言いづらい。わかる。あの、気、気を使っちゃう。人類同士だったら全然いいんだけど。人類同士だったら全然行きたいんだけど。なんか気使っちゃう。そう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 。
そう、北一郎。アフターで来ちゃった。アフター一郎、つらい、つらい、つらい。アフター一郎って、すごい合体くんね。シンクロしちゃった。シンクロしちゃった。野菜マシマシで、みたいな。全部のトッピング、マシマシ。油絡め。私も男の子とラーメン、まあそうやんな。ねえ、まあ、そうだよ。うん。でずるずるっといったとこでラーメン。なんかやりました。うん。そうや。入りにくい。最初、あ、最初もう CM なんですけど。CM。あ、タイミング CM だよ。ハニーとハグキスが好きだバカー。おお。世界一幸せにはできないかもしれないけど、俺が一生笑わせるから。運命の人と出会うならイオンインク。イオンインク。イオンインク。減っちゃったっすスーパー減っちゃったっす。スタッフースタッフー減ってる。渡るさん、渡るさん、パチ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 、喋ろう喋ろう喋ろう、トーキングナウ、トーキングナウ。もう30分経ったんですね。渡るさん元気ですよ。超元気、超元気、すごい元気。なんか喋ってください、なんか喋ってください。ない、ない喋喋喋喋喋喋。ゆらくんちょっとね、はい、2分ぐらいいなくなります。はい、石橋さん、はい、うわー、これ、はい、どうしますか。そう、やす、そう、やす、働き入られてる人いるけど。じゃあ、俺とやすで AV の話をしよう。いや、いや、絶対、そうしよう。そこついていけねえ。タイマーじゃない、タイマー。ちょっとね、全部 AV じゃないですからね。分かって、分かって、分かって帰ってくるまで、帰ってくるまで。いや、チャンス、はい、みんないて、話す人いれば、うん、もう、なんかその人に任せて、こうやってシーンとしてるのが好きなんですよ。あ、すげえわかる。わかるんですよ。すげえわかる。じゃあ頼んだ。俺一人？そうだか。あ、じゃあ僕 BGM 担当になって、カラオケでもなってる。あ、カラオケでもなってる。あ、来てるよね。バスケットやってた、バスケットやってた、バスケットやってた。なんでよくわかんな。後輩あれ後輩地元って、地元地元って言ってたの。なんか頑張ってんだよ。あがタイムの仕方か。眠っちゃった。高脇さん。高脇さん。いや、多分このコメントはもう誰かすぐ分かる。マジで。運動家も全然しないな。田中さん、田中さんじゃない。そう、うん、運動。あ、僕野球やってますね、野球。野球と何やってたの？僕、野球だけっす。あ、野球なんだ。あと格闘技チラッとだけやったんすけど、痛すぎてやめました。ヤスだけ好きな AV の話いいじゃん。ヤスだけ、ヤスだけ好きな AV 以上の話。誰私ちょっと、まあ、3点のいるんすけど、まあ、岸愛乃と藤沢美優とおあれなんですよ、並木優なんですけどほう、いやあそこの、まあ、並木優のあのいっぱい、もういいよ何してくれや好きなくせに好きなくせに一人しか分かんなかった。え、ごめん、分かってる人いた。一人しか分かんなかった。あ、知ってたっすか。結構完全に分かんない。ちなみにこのタイムのやり方バスケって言ってるけど、うん、違うから俺バスケやってんじゃない、相撲やってました。おお、ああそうだよね、はい、言ってたもんね。ドスコイだ、ドスコイ。今バスケそうぽくないよね、ほんと分かんない。はいはい、バスケガイ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 。めっちゃ食いつきが半端じゃない。そう半端ではないねえ。もともとちょっとデブっちょだったみたいですよ。めっちゃ絞ったらしいです。今のデブだけど。そうか。待って、ほら顔残りしたな。それだ。そこな、そこな。こういう場で喋れないホストってタクでちゃんと喋れる。そこだけは見上げてくださいよ。ごめん、うん、うん、野球だったんだ。自分はピー1個なんだ。おかえりなさい、ただいまです。岸愛乃しかわかんない。岸愛、あ、有名やな。わかんないっすよ。いや、アスカキララとかやったら知るんじゃない。あ、それぐらいなら、うん、なんかかわいい、ほんとかわいい。おかえり、ただいま。
赤かわいい。なんか歌って歌って。あ、じゃあ僕バックダンサーやります。え、歌うまいじゃん。やめろよ、そんな。やっぱさ、ヤスって名前ついてんねんからさ、ねえ。ねえ、それ。ヤスはもう有名なね。ダンスも歌もできます、ヤスくん。エビシューだ、いや無理だわ。大阪で。いつも踊ってるあの流星踊ればいいんじゃない。あ、そうだ。いつも踊ってんじゃん、店で。そう。ちょっと恥ずかしいんでやめてもらっていいですか。みんながリアクションしちゃったら、ずーっと一人で踊ってるし。やめろよ、そう。羽を、羽を。店内でめっちゃ踊ってんじゃん、普通に。そう、ほら、そういう。ウォーキングマン、ガチでダンスしてたのって。いや、あれっす、趣味で、ただ単にやってるだけです。十分すごいっす。動画見たら、こう。ヤスの好きな AV 上で、出たメンバーだから、笑。ん？ん？って言ってるよ。あ、多分、機種合いますね。ああ、そういうことね。ああ、だから知ってるんや。なるほど、なるほど。今金かかりそう。え、今金かかりそう。いや、なんとも言わへん。踊ってくれたら背中にラインしてあげるって。そっち何を踊る。シェアハピ踊ろうやつ。シェアハピ、あ、てっ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 てやばい。ポッキーポッキー。そうそうそう。シェアハピ踊ろう。あーって、あ、思い出した。それね。それね。ああ。滑ってる。もう絶対もう何も喋んない。もうやだ。俺喋んねえ。もういい。いやもう喋んねえや。滑ってない。大丈夫。ああ、そうだ、ちょっと。レッツソングだ。歌おう。何歌おうかな、じゃあ。いや、俺なんかもうリアルに下手すぎる。ワンコーラスカラオケバトルしよう。ワンコーラス。ワンコーラス。コーラスってなんだ。コーラスだ、コーラス。一分滑ってない。ただ、てん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 。一番だけ、あ、一番だけ歌うんだよ。一番。あー、俺絶対無理だよ、めっちゃ下手だもん。なんかすっごい懐かしい曲歌ってなかった、一緒にカラオケ行った時。あー、なんか最近の歌が知らないです。かさぶた。大阪のおすすめ、大阪のおすすめは、ね、串カツ美味しいところがあるんやけど、串カツ出てこない。何串カツ美味しいところ。そう、串カツ美味しいところ。出てきそうだったら言ってください。やべ、立てない。ね、白の人、ムカつく。ムカつく、ムカつくって言われても俺ね、やっぱ、この人できねえし。ユニバがいいんじゃない、ユニバ大阪って。あ、そう、新世界、それそれそれ、今、心斎橋しか出えへんけど、どうしようみたいな。新世界の、そう、串カツとかがいろいろあって、そう、あとユニバとか、うん、今ハリーポッターとかすごいね。俺行った時すごい、もう3時間4時間待ちしてたよ、ハリーポッターの、あのジェットコースターのやつ。そうそうそう。で、ハリーポッターのその学校をやるやつがあんねん。あのホグワーツね。そう、ホグワーツを見学するやつがあんねんけど、それはなんか30分待ちぐらいでスラーって行くんだけど。そんな待たないんだね。あ、絶叫系だったかな、確かに。うん、3時間とか4時間待ちしてたかな。あれ 3D なのね、なんか目が。全然垢抜けてるんですよ。そうやったかな、確か。あ、そっかそっか。うん、あと、あれ、何やったっけ、なんかもうさっき物忘れ激しくてさ、もう。あ、でもなんか、ディズニーランドみたいに、ファーストパスみたいな。あー、その優先的にね。うん、にも、ユニバーにもあったと思うから。そうそうそう、ファーストパス、そう、あったと思うから、それで、シュッて、シュシュッて入れると思うけど、シュシュッて。うん、そう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 。出てないな。まあそうやね、3時間。そうだから俺も、そのハリーポッターの3時間4時間待ちですってやった時は、もういいやっつって俺並ばへんかった。その3時間あるんやったら、他のやつもね、アトラクションもさ、乗り回してる方が絶対にね、楽しめると思うから。うん、そうそうそう。ディズニーシー行きたいな、俺。行きたいっすね。あと、ドリカムのやつ、やったっけ。何やったっけ、名前も出されへん。何、ドリカム。そう、ドリカムの曲流れるやつあって、アトラクションで流れる。そう、アトラクションで。何やったっけ。え、何やったっけ。酔っ払い、ゆらくん、ゆら、ロイズのカズキみたいな車両。あ、ロイズは知ってる、知ってる。うん、ロイズ、ロイズ、ビジュアル系バンドね。うん、へえ。ボーカルスバルンやろ。うん、ちょっと待ってな、調べる。あ、ドリームライドやったっけ。ん？ユニバのさ、ん？何てっけ？何？ちょっと待ってな、調べるからちょっと待って。ロイズ？夏。うん。なん、
ごめん、つなげて、つなげて、つなげて、気になるけど、ブケ、ブケしてるよ、うん、してるしてる。ブケ全然わからん。シドのライブとかも行ってたし、うん。ユニバの、そう。なんか俺すべてにおいてホストっぽくないな。VK 知らねえ、垢抜けてねえみたいな。そう、前回もなんか俺、そうやな、もうこの話いいよな。でも気になるからね、すぐ気になったらすぐ調べちゃうから俺。うん。よし、BGM で歌おう。え、何歌うの？知らん。あ、BGM で歌ってる。あ、俺歌ってるわよ。VK 聞かないの？セナは VK 聞かない。見た目若干 VK っぽいけど、昔はね、結構ガゼットとかも聞いてたの。ああ、ディルとかね。すぐ調べてすぐ忘れてる。もうね、お酒でもう頭がね、いかれてるかもしれへんわ。うん、まあね、それはそれでね、すぐ忘れちゃう。幸せなことないけどね、いっぱいお酒飲ましていただいてありがとうってね、思うけど。うん、あめっちゃ熱い。うん、今更テキーラ回ってきた。三代目聞きたい。三代目聞きたい。あーちょっとトイレ行ってから。かわいそう、グイ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 。もうドエスですね、あなたね。グイ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 。僕 BGM 係やるんで。BGM 係。トイレ行ってからよろしくお願いします。え？マイクってどこあんの？カラオケ歌えんの？これだ。あ、歌います。なんか、ユウさん毎回歌ってます。ラストンちゃんと歌ってます。お兄さんもっと。と飲んで、ローマ字打ちすっごい読みにくい。うん。カラオケできるってすごいな。DJ 来ちゃうよ。ルッキュウキじゃん。あれ出ればいいじゃん。やれやれ。もう。じゃあ俺カラオケ歌いたいね。何歌いたい？じゃあ一緒に歌いましょうよ。なんかデュエットしましょう。ラブレス。セナ歌って。ラブレス。あ、じゃあ僕ラブレス。じゃあ3代目まずいきます。なんでだよ、なんでだよ。3代目って言ってるから。3代目どう歌えばいいじゃん。じゃあいいよ、歌えよ、歌えよじゃん。歌えばいいじゃん。なんでそんな本気なんだよ。別にそんな本気じゃん。いいよ、いいよ。譲り合い精神。ジャパニーズ、ジャパニーズ。じゃあ俺歌うよ。じゃあ俺歌う。じゃあ俺歌う。じゃあ俺歌う。あ、どうぞ。キレイ、キレイ。ジャパニーズだね。ジャパニーズゆる、ゆずみはいせい。どうぞどうぞ。そうそうそう、分かってんね。じゃあ私が、ね、そうそう、俺が、みなとどこ行ったの？みなと、あ、みなとくん今手挙げてました。あれ？これどうぞ。あれ？すねないで、せな。すねないで、せな。歌うで。エコエコ。お、お。じゃあ一緒に、ゆらくんも歌おうよ。マジで何？ラブレス歌えるところでいいよ。ラブレスって何やってっけ？ヤマピンのラブレス。ああ。これ聞いただけで歌ったこともないし、カラオケで歌ったこともないし、ただ聞いたことだけだから。見て。歌おうじゃ一緒。音程分からへんけど。どこでんの？あれか。君の涙を止める術が欲しい。本当に何しまった。本当は成し遂げられた。
することが俺の仕事だと思う。運命の人と出会うならイオンインク。イオンインクうまそう。イオンインク。でやイエス？イエスってなんかさっき書いてたけど、ほらイエス。まだ背景パンダまだパンダ背景変わってなかった、うん、国歌聞こえてたみたいです。聞こえてた。国歌滑る時からやめときな。DJ がイエス歌ってたやん。うまいやん DJ って。勝ち目がない。マジうまいよね、ほんと。ワンオフとかもうまいじゃん。そうそうそう。でこれでみんなで、でもみんなと歌うから別にいいか。楽しければいいやんな、別にね。じゃあそう、一緒にうよね。微妙だな、俺歌えるか分かる。分かれん。でもこれをみんなで回して歌って絶対合わないっすよ、俺。いや、ノリが…ヤフさん歌えなかったっけ。何がですか。 ABC ABC 歌えますよ。そう、もうそろそろ終わりやからみんなで歌って俺わしゃ適当に言うからね。いやいやいやって言うから。じゃあ愛してない。これない歌です、わしゃ。わしゃ、あ、それなら壊れるほど愛しても。3分の1君の好きな歌、ウーバー。あー、歌えます。ウーバーわかる。ウーバーバール。僕は歌えます。すべてノリでなんとかします。ウーバー君の好きな歌、キラの先輩が歌ったんだよ。そうハットからハット出る。ハットからハット出るってこと。面白い。やめろ。それ面白い。まさかのギャグ。最後に1曲瀬名さん任せで。最後みんなが知ってる。みんなオカマみたい。オカマちゃう。歌あれ分かんない。ほんまに分からへん。じゃあこの3人で。まさかの勝手にしがつ。瀬名が今3人で歌うじゃん。早く早く。じゃあいいよ。ハリアップ、ハリアップ。じゃあこれマイク回してこですね。何入れたっすか。眠り姫。わかんない。わかるよ。わかんない。なんでわかるっしょ。もうそこはノリで5人で歌える。 ABC の眠り姫。じゃあこう、じゃあ ABC。 じゃあゆらくんから。どうぞ。なんでよ。じゃあ俺、こうじゃん。嘘でしょ、バカ。お前2番って決めよう。いつも君がくれた笑顔で少し強くなれた。もう一度笑ってみせて。パチパチパチ。イエーイ。今から歌って。背中飽きたって言える。早い。もういいよ。俺も歌えないよ。早い。長い
クラする。あと何分や？ん、あと5分。あと5分。3、なんか、なんか秒数出るよ。あ、そうなんや。何秒前？パッ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 。コメント、ん、なんか来てる。前ね、やっぱり AKB の歌歌ってね。AKB AKB 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 I want you I need youI love you。 あ、グーでしとく。せやな。せやな。せやな。いとこ、いとこ。じゃあ、あの、みんなも一緒に、ね。ね、みんなも一緒に。便乗、便乗。グイ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 と。便乗、便乗。じゃあ、カウントダウン始まって、ウェーっつって、お疲れみたいな。にするじゃあ。そうしようか、うん、じゃあ、ね。カウントダウン始まって。そう。グイグイ行っとこうって、そうやな。はい、行っとこう。行こう。お、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 お。行こう。水着、これこれこれ、またこれこれっけ。せなっち、また椿さんと出てって。あ、全然、あの、うん、じ、来週じゃ。来週来週来週ターンとターン。来週は、来週はあっちの、あの、あのハニーさんね、のターンなんで。うん、カウントダウンもうちょっとあるじゃないですか。まだあるの、多分。はい、この、このま、このま、時間をくだ、ね、時間、ずっと俺のターン。遊戯王やな。ドロー。知ってる知ってる。モンスターカード。ドロー。モンスターカードドロー。ドロー。ずっと俺のターンって。懐かしいな。小学生ぐらいの時。遊戯王してたわ。うん。ちょっと今度闇のゲームやりましょう。闇のゲーム。怖いな。怖い。死ぬやつじゃなかった。1分前。1分前です。はい。1分前。1分前。じゃあ最後ヤスも喋っとこ。
あ、僕もだってヤスも喋っとこうって来てんねんもん。そう、それに要望に答えないと。そう、ほらまず DJM 歌うって言ったのに30秒前です。チェスカー俺の本音だいや、これニューさんニューさんポジションだよ。あと20秒発狂してる。発狂してる。画面見たんすか。発狂してる。はい、じゃあ今日のあれはニコ生は、はい、ユラと、はい、レント、はい、セナです。と、はいはいはい、はい、みんな、はい、ケビーケビーケビー、はい、ケビー、オッケー、バイバーイ。このまま この番組はドランのスポンサーの提供でお送りしました。